はい、えー、こんにちは4月の11日木曜日の株と為替の売買シナリオでございます現時刻3時32分32秒という時間帯でございます今日またちょっと一部報道のところを持っておりますが先に今日はまずは、えー、為替市場のところから えー、ご案内させていただこうかと思いますが、さて、ここの、まあ、大体、時間軸としてはですね、まあ、8時台でございますけれども、厳密に言いますと、8時、まあ、40分だとか、それぐらいからでしょうか、えー、ドル円レート、111円の、まあ、95銭ぐらいからでしょうかね、111円の10銭ぐらいまで、まあ、値幅としては十数銭ぐらいしか上がってないと、まあ、これ、ぐーっと上がってると、なんか、すさまじく円売りが強まったのかなというふうにして、えー 見えるわけでございますけれども、実はポンドもユーロ円もクロ全般がグッと押し上がったという経緯でございました。で、これは日経平均、当初の寄り付きの前でございましたけれども、じゃ何があったのかというと先ほどの、えーま、7時台からですね、観測報道が出ておりましたが、こちらでございます。フィナンシャルタイムズが一番わかりやすいかもしれません。えー、まあ、昨日の夕方からずっと始まっておりました欧州連合の臨時収納会合。え、で、これ大体8時間から9時間ぐらい、もう大体もう凄まじい激論だったというような報道が出ておりましたけれども、 結果としてこちらのところに出ております EU リーダーズアグリーブリクジット、えー、リットーディクリリクリーアンティルアンエンドオブオクトーバーというところです、えー。要は10月の31日10月の最終のところまで、えー、まあ,あ英国の離脱を。 そこまで待つよと、延期することをき、待つよと、最初は1年だとか、まあ3ヶ月ぐらいだとか、え、4月の12日がもともと、まあもともとというか3月の29日が本来でしたけれども、EU がまあ最初は1月の12日というふうにして言っていたんですけども、英国側からもっと伸ばしてと、え、で、それが1年かもしれない、半年かもしれないといううにして言われてたんですけども、大体その、今後、この、おそらくでございますが、なんで10月に待つになったのか、え、今の EU の、え、まあ、首脳っていうんでしょうかね、 これが、まあ、これ、現在の執行部の、え、ー 任期が大体この辺のところで終わるとこういうところ。そうした意味では、まあ、強硬派だとか、そんなに許すのかというような話あったみたいでございますけども、妥協案として10月の31日になったと。で、その代わり、まあ、5月の末に行われます EU の議会だとか、えー、あとは、まあ、しっかりと供出金というんでしょうかね、手切れ金という言い方、ちょっと不適切かもしれませんが、きちんと払ってよというようなルールの中で10月の31日まで決まりましたよと、ということが書いてあります。まあ、この辺は、まあ、各報道出ておりますが。で、これをもってしてリスクオンという いうような形になったんですが、まあだいたいまあ織り込まれてたねというところがまあ基本的なコンセンサスだったのかもしれません。東京市はその後え株も為替もほぼほぼナぎになってしまったと。これもちょっとでいかにも動いてるような形にはなりますけれども、ちょっとこれチャート上のところでございまして値幅のところで見るとこれ、えー、まあ100円ないですね。93円ぐらいでしょうか。日経平均の高安も、まあえー、まあかなりタイトになってたというところでございます。21,605、えー 10円80円、まあ、この辺の価格帯が中心だったとこういう言い方になりますでしょうか、えー、ドリエンレートの方も現在が1ドル =111 円の、まあ、10銭金宝ということで1ドル =111 円には乗っているけれども前半を超えることにはなかなかなってないというところが足元でございます、えー、かなりちょっと材料不足の緩和否めないのかなというにして見ておりますがさて、それでは今夜の、まあ、焦点というんでしょうかね材料は何になるのか今回の売買シナリオこちらでご案内させていただこうかと思います。 ドル円からでございます。ま、先ほど申し上げた通り、ま、EU の離脱、ま、結果として、えーま、合意なき離脱はひとまず回避されたと。秩序ある、ま、合意に向かってというところで、じ、これ時間はまあえー、確保された、担保されたというところだと思いますが、あとは、まあ、英国の議会の中でまあ、おそらく、メイ首相の、まあ、辞任がま、本格的になって選挙だとかなんとかというような形になると、6月だとか8月ぐらいには、まあ、ま、 秩序ある離脱になるんじゃないかとまあ、そうした見方もあるようでございますでマーケットドル円がじゃあどうなのかというと基本的な昨日とほとんど変わってないというところが実際のところかと思います、えー、そこでちょっと夜はですねいっぱい指標あるんですけどもいっぱい並べた割にはさてこれが材料になるのかなと私自身が書かせていただいた割にはちょっとクエスチョンマークも持っているというのが実際のところでございます、えー、まあ、21時半に生産者物価指数が発表されますまあ、この辺のところが一応上昇というような形になって けどもえーまあ、コアののとところの伸びが鈍化すするんじゃないかといいかうのは見方もございますそうなりますと、ちょっと見づらいかもしれませんが、FRB の各幹部、えー、ペンス副大統領も朝方でございますが、トランプ大統領、まあこれ当然、各、えー、内一致じゃないといけないのかもしれませんが、トランプ大統領の利下げ志向に、えー、まあ当然、えー、組みしてると、えー、まあ、ほぼほぼトランプ大統領の中政権の内の方は利下げというような形で言ってますので、今夜でございますけれども、FRB の幹部が、まあどういった発言をするのか、 やはり一応チェックをしておかなくちゃいけないのは、かしカり総裁でしょうかね、まあ、深夜でございますけれども、非常にまあこの方ははとはでございますので、えー、こういった方がリサーゲン的な話をもう明確に示すのかどうか、ちょっとこの辺のところがまあ不確かでございますが、シカゴのフェドウォッチ。えー まあ FOMC での利上げ、まあ確率ですね。この辺のところを見ると、まあ12月においては、大体まあ今の現状の水準で維持だねというふうにして言っているのが40%ぐらい。 えー60%ぐらいが年内にもう何らかの形で0.5%ぐらいはもう利下げするだろうというのは見通しになっていますがそれがさらに前倒し的になるのかえ9月11、9月ぐらいだったでしょうかねこの辺のところでちょっと言い分ぐらいでしたのでそれがもうちょっと前倒しになるのかどうかはちょっと中長期スタンスの中では気になる市場参加者もいるのかなというふうにして見ておりますさてで前置き長かったですけども原則様子見でもいいのかなというふうにして思ってはおりますが現状の水準の中ではまあ細かいトレーで ももししてていいいいいのかなというとととううこころろででご、まあ、ご参考案内させていただきました110円の80銭から111円の30銭、ちょっと逆に言うと、これはかなりワイドなんじゃないかなというして感じておりますが、東のボリンジャーの中心線を巡る動き、そして前回と同様でございますが、3月の28日からの、えー、フィモナチリトーレースメント、ぐっと上がって38.2%、えー 38.、そして50%戻し、押、まあ、しのところ、この辺のところが、まあ、ちょっと上下限になるのかな、そんなイメージも持っております。エの、うん 方は110円の80で買って111円の10銭で売る、えー、30銭幅狙い、アゲンストは25銭ということで110円の55銭、えーまあ、丸の80、この辺のところはしの雲の上限などもございますので、もうこの辺がだめだったらえいやというところかとは思いますが、輸入企業などでまだまだ買いたいというようなあ意欲があるぞという見解もです、ね、一部インターバンク市場関係者から聞こえてくるところでございますので、この辺の動きはちょっと一応です、ね、えーまあ、システムトレード。 え、雲の上限というところも、おそらく設定している向きはあろうかと思いますが、この辺の動きは一応チェックとこういうところになろうかと思います。で、一方で B 案ですが、111円の20銭で売って、110円の90銭で買い戻す。30銭幅狙い。で、アゲンストも30銭ということで、111円の50銭。え、ちょっと階段的にガンガンガンと下がってきているところでございますが、この辺のところはやはり需給、輸出の売りというところで下がってきた経緯あろうかと思いますが、え、今夜、どの程度までこの、ま、経済指標、 となるのか、FRB の幹部は発言になるのか、えー、もしくは、えー、明日でございますけれども、これちょっと日経225指数のところでも申し上げようと思ってますけれども、明日、えー、米国の1、3月の企業決算控えているという状況の中で、ポジションの縮小などの動きが出てくるのかどうか、えー、そうしたところが、ドル円の方に、えーかえー、間接的に影響してくるのかどうか、この辺は一応横にらみをしていただければというふうにして思います。 東京金融取引所クリック株365でございますが、現時点が21,715円ぐらいの水準というところで、こちらの方も様子見でよろしいかとは思いますが、えー、まあ売り買い待機ということで、21,650円から21,800円、150円幅というところでの予想レンジを考案いたしました。まあ先,先ほど申し上げたように、日経平均株価の方は、日中の値幅が93円程度、えー、というところでございましたので、かなり方向性に変えたのかなというふうにして見ております。えー、21,650円から からああ八百円という予想レンジで A 案が二万一千六百五十円で買って七百七十五円で売ると百二十五円幅狙いそしてアゲンスト、えー、まあこちらのところもかなりタイトでございますけども百二十五円リスクというところでございます百二十五円一で A 案買いの場合でございますので B 案の方は二万一千七百七十五円で売って六百七十五円で買い戻し二万一千八百七十五円で損切りということでこちらの方は百円一というところで勘案いたしました冷やしのボリンジャーの中心 新線のところが割れて基準線を意識するような形、ま直近の4月に入ってからぐっと上昇した、まあ、要は2万1500円金棒割れるというのを脅かしがあったなら、まあこの辺は一旦万歳とこういうイメージでございますが、先ほど申し上げたように米国のまあ経済指標というよりも株式市場、ま特にまあ FRB の幹部が緩和的な施策を 言えば、まあ当然プラスになってくるのかなという,ふうにして、えー、指数の方はプラスになってくるのかなというふうにして思いますが、今日の日経平均株価、東京市をちょっと振り返りますと、三、えー、33業種、14業種、えー、まあ19業種の方はやはりちょっと下がってしまったというところ、そして値下がり銘柄数も1200を超えているというところだは、かなりですね、 え、まあゴールデンウィーク前での調整、まあ新洋山などもかなり、まあ縮小されているというような指摘もございますので、ポジションの縮小というところでは、やはり2万二千円のところで、200日線のところでいっぱいいっぱいだったというところでの縮小調整というのが非常に強まっているのかなと。えー、ただし、ポジティブな材料がじゃあ出てこないかと言っても、ネガティブな材料も基本的にはないよね、というところで、まあ上がりもせず下がりもせずというところで、今日はなんとか当初一部の売買代金は2兆円には乗ってはいるものの、え、まあイメージとしてはまあほぼほぼ、 2兆円割と同様だっ だったのかなと、そんなイメージを持っております。えー、日経均の今日はプラス企度としてはユニファミマ8028が12円強で、えー、まあ、えー、プラスに寄与しておりますが、あとはファーストリテリング998さん、これ宣告でございますけども、決算の方が発表されました10円強ですけども、かなり期待値を持ってというところでの動きだったのかなと思いますけども、まあ、おおよそ、えー、事前の観測などとそんなに乖離してなかったのかなというところが、まあ、個人的なイメージでございます。えー、いずれにしても洋室密性の、まあ、市場参加者が多くて、 方向感に書展開だった。で、それが結果として日中の値幅も、えー、93円程度にとどまってしまった。まあそうした動きの中では、えー、米国の株式市場頼みというのも、東京金融取引所クリック株36号、同様になるのかなとこういうふうにして見ております。 先ほどのところでございますけれども、フィナンシャル・タイムス、まあこうしたところはもう一回蒸し返してくる動きがあるのかなというふうにして、まあ、感じてはいるんですけれども、ポンドドルもユーロドルもなかなかですね、上下圏の方がしっかり、まあ、この辺はマーケットポイント、ツイッターのところでちょっとご案内させていただいておりますが。 と新たな材料というのがなかなか見出しづらいのかなというところでは、まだ1週間早いかもしれませんが、来週のところではもうイースターに入ってまいりますので、欧州勢があまりにも動かなかったらポジション縮小してくるのかな、ちょっとそんな警戒も持っているところでございますが、今は上下どちらとも動くに動けないなとこういうような市場参加者の声も聞えてくるところでございますので、そうしたところは今回のスタンス、様子見とさせていただきました。値動きのチェックだだけはですねお忘れないいいようにしていただいてた次の の展開を待つというのもまあ一つのトレーディング戦略だと思いますので、えー、まあマーケットはいつでもございますのでリスク管理の方だけチェックをしていただいてお取り組みいただければというふうにして思います。えー、以上4月日日木曜のの株と為替売買シナリオでございました